井川の奪った三振の数がこれで5つになり、今度はちょっと甘く入ってしまった。また荒木長打になります。二塁に向かっているレフト金本も懸命の返球ですが、これはさすがにツーベース許してしまいね。さあそして井端です。得点圏打率1人セントラルリーグでは4割を超えているという井端がバッターボックス。注目ですね。チェンジアップ打たせた。さあ挟まれたがちょっと送球早いんじゃないか。これはセーフだ。やっぱりもっとあの井川も追い込んでからの方が良かったんじゃないですか。やっぱりこう少しはね、追いかけないといけないですよね。ちょっと早かったですね。立浪のバッティング、やっぱりここにチャンスが巡ってきますね。打線好調の中でおそらく一番苦しんでいるのは立浪でしょう。その中でどう維持していくか、これはもうベテランだから知ってるでしょうし、ただし体力との勝負もあるしという、はい、バッター、ボテボテ、ファースト取る、おっと、一塁、おっと、一塁送球もそれた、タイガースのミスが出た、ドラゴンズ1点返しました、記録はエラーがついていますが、どっちだ、これは、ね、今の一塁のシーズンもね、いいボールを。はい、トスしてるんですけどね、グラブに当たりませんでしょうね。そうでしたね、そうでしたね。さあこれでまだチャンス、三塁二塁ワンアウト、バッター打つ初球、豪快なスイングですが空振りです。どこに要求するかですね。外に行きました。外のボール、ただこれは大きく弾んでいる。1点は入ります。おー、しかしどこにも投げられない。おー、この流れはちょっとわからなくなってきました。打つ、これは内野安打です。立浪は自重しています。三塁ランナーが帰っています。4点差です。さあ当たっている福留、今度は福留です。もう1点を争う攻防のような、そんな競争の対戦になりました。ルースリー、まっすぐだ。打球はセンターへ、センター下がる、下がる、追いついた。二塁ランナーは動けませんでした。センターへの大飛球に終わった福留。バッターボックスにアレックスです。ただまだランナー二塁一塁、しかも4点差。おっと、ボールが抜けた。ボールです。まだドラゴンズはチャンスはあります。このボールは惜しい。甘く入った。今度は打球は伸びるぞ、伸びるぞ、そこまで行く、入った。完璧に捉えました。
の3球目の2エンド1と1エンド2の違いと関係あるかどうかは分かりませんけれどもね。まあ、まっすぐなんですけど、やっぱりこうストライク欲しいですよね。まあ、ワンスリーにしたくないっていうことがね。さあ、そして森野も先ほどの悔しさを晴らすかのようにバットにその気持ちを乗り移らせた人と言っていいでしょう。2アウトランナー1塁です。普通でしたら5回のミスの2点でゲームの流れというのはある程度決まるような流れになるんですけれどもね。これでドラゴンズの方もヒットの数が7本、バッターボックスには谷繁を迎えて対決です。したがってその間はタイガースと対戦していなかったわけです。右方向セカンド室を越える。森野は三塁に向かっている。谷繁も打った。つながりました。まあ、大西にしてみてもね、一人でね、ツーアウトになるわけにいきませんからね。確かにそうですね。やはりドラゴンズ勢いがありました。井川はしのげるんでしょうか。大ピンチ。ちょっとこの回の井川の場合はちょっと分かりません。右方向、打球はライトへ。ドラゴンズもこれが、そして同点に追いつきました。谷繁も三塁キャンパスへ。名古屋ドームが沸いています。大変なことになりました。ドラゴンズが今シーズン逆転勝利を量産していますが、今日もその流れなんでしょうか。エース井川も食い止められなかった。今の1球も低めのボールでした。はい、まあ、大石はね、執念ですよね。はい、すごいゲームになりました。山本昌もそして井川も満を持して両監督が初戦にぶつけた好投手ともども5回持ちませんでした。ピッチャー交代です。5回に一挙に6点、ビッグイニング。井川がノックアウトされました。ピッチャーはルーキーの橋本に代わります。ただこれで一気に同点に追いついて、さあなおも今日2安打荒木、ランナーは3塁1塁。今度は勝ち越しのランナーを置いています。ルーキー橋本はここは苦しいマウンドです。まあね、ドラゴンズですけど一気に行きたいところですよね。ですね。もうここは休みたくありません。おっと、キャッチャーが大きく弾いてしまいました。3塁ランナーが帰って勝ち越し。まさかまさかのドラゴンズ勝ち越し。記録はワイルドピッチがつきました。ちょっと場内騒然としていまして、おそらくスタンドから物が投げ込まれたんでしょう。ゲームが止まります。ただご覧のようにドラゴンズ7点奪いました。しかし山本昌の負けがね、はい、消えましたね。あ、確かにそうですね。まだランナー2塁にいます。一気に突き放すか。これもいい当たり。打球は左中間、真っ赤です。バッていきます。さあ荒木はどこまで行く。三塁まで行く。スリーベース。今日9対7、ドラゴンズの勢い止まりません。今日荒木3安打、1イニング2安打。ライトスタンドはお祭り騒ぎです。大変なことになりました。もうドラゴンズの勢い止まらず、ドラゴンズファンがもう大いに沸いています。
2番手橋本もドラゴンズの勢いに飲み込まれています。井川もただもう呆然と見つめるばかりです。打ちましたショートゴロ、ちょっと下がりながら、これはどうでしょうか、深いところワンバウンド、これもセーフだ。その間に荒木が帰りました。記録はエラーがついています。交流戦以降は堅実な守備を誇ってきたショート鳥谷も送球がそれました。一気にドラゴンズの流れです。足がほんのわずか離れましたね。そうですね、最後の最後。さあこれでドラゴンズはこの回9点でいつの間にか3点リードということになり、日本のチームコーチがホームスコアを与えていました。引っ張るライト線、ただこれはライトの守備範囲でした。ただドラゴンズはまさに疾風怒涛、5回9点を挙げて大逆転です。10対7、ドラゴンズ3点リードでゲームは後半です。